はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は5月の21日、月曜日。時刻の方は18時37分になりました。ぴょぴょはい。そんなわけで、えー、本日の i ビデオ 304ZT 情報です。これね。それでね、あの 304ZT は、今、ね、えー、っと、これね、近い放題。 これが、はい、3200円、ね、使いたい放題プランが月額3200円でなんと注文することができるんですが、ね、あのもう皆さんもご存知の通りあり、借りたい要は利用開始日のカレンダーをだいぶ先にしないと借りれない、あのそんな状態になっています。 それでねあのー、注文できないとねあのー、501がありますよっていうね案内文が出てきますね在庫がないのにどうしてあのー キャンンペーン受付やってるのね、その501の案内を出したいからです、<laughs> ぶっちゃけね。それで、じゃあ、本当に在庫がなくて借りれないのいや、そんなことないんだよね。根気よくやってれば借りることができる。例えば、コンビニ受け取りとかね、あと、あの東京の浅草支店だったら、まあ、結構受け取れる確率は高いです。で、梅田はあの受け取れる確率がね、若干ちょっと確率が下がりますね。ねで、あの受け取れる日とか。 あのいろいろ工夫することで借りることができますね。ねじゃあ例えば今日の状態はどうかというとあの今現在ねちょっとシミュレートしてみると、ね、じゃあここでね、えー、月額プランでレンタルするで、えー、っとここね「よく読みました」をチェックしてそして確認をして先に進む。で えー、サンマリオンジェットティー使いたい方だが、カートに入って、次へ進みますね。まあ、そしてね、あのー、まあ、今回は。よいしょ、ここね。アイビデオ視点の、こっちらね。えー、っと、浅草視点。ここはね、比較的。借りやすいです。じゃ、次へを、いきましょう。ね。それで、えー、まあ、例えば、まあ。今日は、二十一日だから、明日。<laughs> 受け取り日が、明日。 で進んでみましょうでも最短受け取り日がまあ22日になってるんでね、うん明日これ、あのちょっと待ってよ、梅田にすると最短いつになるんだろう。えー、っと、大阪、梅田の場合は、ちょっと待ってね、大阪を選んで進むと、22日、あれ、でも22日は確かね、行かないと思うんだよな。うん そうだよね在庫がありりまませんになす大阪を選ぶと在庫がありませんになりますそういう場合はあのどうしたらいいかというとここれねこれね追加入荷時に通知これでいいんだよあ在庫がないやっつってあの諦めるよねであの、借りたい費用ピンポイントで郵送の時もこれがあったら諦めるよねでその方はそこでもう撃沈するんだよ。 例えば月末、今月、今、受け取り日22日にしたけど、じゃ例えば5月日31日、受け取りにして、押しゃったら同じようになるよね、そうしたら、追加入荷時に連絡、通知こ、れこれを押せばいいんだよ、月末までに連絡が来たら借りることができるから、それをしないで諦めた人はそこで撃沈ということになります、借りれたらラッキーと。 それで、じゃあね、えー、っと、まあ梅田の方じゃなくて、えー、っと、浅草の方にね、戻りましょう。よいしょ、浅草を選んで、先に進んで、よいしょとね。はい、そうするとね、受け取り日5月の22日で、えー、っと、ね、はい、このように出てきます。ね。 えっとね、浅草支店だったらレンタル3200円消費税が256円注文合計3456円であの新規 ID の、ね、クーポン400円差し引いて3056円であの借りることができます、ね、であのこのまま、ねうん、あの次へ進んで決済をしたらもうこれであの明日の受け取り予約が完了ということになります、ね。 これあの本、ー、当ねタイミングなんだよ。であれからあのサンマリオン z t のお祭りがね一段落したでしょだから、あのー、もう落ち着いてるのよぶっちゃけねだからこうしてね、あのー、東京で受け取れる方浅草支店で受け取れる方は冷静にこうしてやればねもう明日受け取ることが可能です。 ね、でこの動画を見てまだわーってシャットしちゃうとまたあ,のありませんになっちゃうからねそしたらあの入荷したら連絡ボタンを押せばそれでいいだけの話なんだよこれがねで郵送はちょっとねあのまだ余裕がないよねでコンビニ受け取りだったら意外とちょっと早い場所もあるとねそれはのチャレンジしてみないとわからないけどねまあ遅からず遠からず 明日受け取れる。浅草支店はね。今の今の段階でね。5月21日月曜日ね18時42分現在明日借りる予約ができますね。参考にしてくださいね。あの、東京に取りに行くのにね。あの場所ね。場所はね。分かりやすいと思うよ。ただ、あの？ 通り過ぎちゃう場所にあるららしいからねあのー、これね誰だっけなあるんだよ i ビデオの公式ページでおじいのあの過去の動画でも紹介してるけど i ビデオの公式ねあのー、こうやって来てくださいみたいなのがあるんでねそれまたちょっと見つかったら紹介しておくね一応ね。 はいそんなわけでサンマリオン ZT 情報でした東京浅草支店に取りに行ける方は明日受け取ることが可能ですこれも本当見つけたもん勝ちだからねうん頑張りましょうゲットしたい方はねはいそんなわけでここまでピューピューポイバイ